松井先輩はもう3年間ホロライブメンバーとして活動されていましたが、この間で誇りに思われている達成したこととは何でしょうか。あー、いっぱいあるけど、みんなでホロライブの、まあまだ JP しかできてないけど、あのみんなでライブができたことが、まあ一個目標達成かなって思うし、あれがね、別にゴールだとは思ってないから、 EN の子とか ID の子も含め、みんなで大きいライブができるように今後も進んでいけたらいいなって思う第一歩として、全体の JP のホロライブ JP のライブができたことが大きいかなって祭りは思っております。ホロライブメンバーとして将来のね、目的はありますか、そのコンサート以外にもね。当たり前の存在になりたくて、それはどういうことかっていうと、テレビの CM とか、あとは街の中の看板とか、そういうところに、あ、なんか珍しいなとか、いやホロライブじゃん珍しいっていう感じじゃなくて、あ、なんかいつも流れてるよねみたいな、広告とかでもよく出てくるよねっていう、そんな当たり前の、今は VTuber のことが好きな人が結構見てくれてると思うんだけど、もちろんそういう人を大切にしつつ、一般の VTuber ってよくわかんないけどホロライブは知ってるってなってくれるような、そんな存在になれたらなって思うな。なんか結構珍しいものってすぐ終わっちゃうって思われるんだけど、そうじゃなくて日常の中の当たり前になれたら長く続けることができるんじゃないかなって祭りは思ってるので、そういう大きい目標でもあるかもしれないんですけど、自然に溶け込める存在にホロライブがなれたらなって思っております。すげえ、はい、なんかすげえ考えてるの。she wants her life to become more mainstream and not have her life be something rare, and because she says that, like, it sounds so wise, like a real god. She says that something rare could fade away quickly, and she doesn't want that to happen to her life. So that's her big goal, to kind of like merge into that nature. 多分ホロライブにはできると思います。できると思うし、なんかそのためにはやっぱ今見てくれてるリスナーさんがもうずっと今後も押してくれないとね、達成できないことだと思うので、末永くね、よろしくお願いします。おしっすね、出世が、This will not be possible without you guys continuing to support her life, so that one day we will really become the ideal her life for Matsui Senpai. So please keep on supporting her life and Matsui Senpai specifically. よろしく! Good is love you! Oh! God loves us! That is beautiful! Thank you! Thank you, God! ありがとうございます! あたしヴァンパイアいいの吸っちゃっていいの、もう無理もう無理なんて悪い子だね。